はい、どうもこんにちは、カリパイです。ラフトのねプレイを、まあ、しばらく続けていくとね、まあ、こういったですねいろんなの敵対生物とね戦って倒していくということを経験するんじゃないでしょうか。でですね、まあ、これらね今ちょうどここにあのお頭をね飾ってあるんですけども、例えばねサメなんかねこう倒していくと、このねサメの頭が、まあ、こうやってねどんどん溜まっていきますよね。それからですね、まあ、例えばスクリーチャーだったりとかね、まあ、クマ、猛毒のフグ、イボイノシシというようにですね、こう頭だけねどんどん残ってってしまいますと、まあ、この頭をですね、まあ、さっきみたいにね飾るのもいいんですけど、まあ、飾るのはね一つあれば十分じゃないかと。ここにね溜め込んでいても何もいいことがないので、何かですねこのお頭のね有効活用はないかということで一個思いついたことがあるんですね。それが今回ですねちょっとやってみたいこれですね。はい、バイオ燃料のね生成装置、これにですねお頭を、はい、見てください、つぎ込むことができます。というわけで今回はこのね使い道に困っている、このいろんなね敵対生物のお頭がこのバイオ燃料の生成装置にね一体何がいくつ入るのかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。はい、というわけでね早速ね、実験してみたいと思いますが、その前にですねいつもね普段よく自分が使っているものがいくつ入るのかっていうことで、まずはですね卵をいきましょうかね。今手元に卵20個あります。じゃあ入れてみます。はい、残り13なので卵はですね7個ですね。で満タンになりました。それからじゃあですねパイナップルいきましょうか。はい、パイナップルはですね10個ですね。それからマンゴー、はい、マンゴーも同じですね、10個。それからですねココナッツ、はい、これも10個ですね。じゃあ次はスイカ、はい、スイカはですねまあちょっとね数え方が難しいっていうか、これゲージが出るのであれなんですけど、まあ、スイカはね5個分でした。他にはそうですね、じゃあ例えばこのサメの肉いきましょうか。サメの肉だとどうなのか、こういきましょうかね。サメの肉、おお、サメの肉はね 3個で満タンになりましたね。結構燃費がいいですね。それからねこのね生肉、これいきましょうか。生肉はあー6個ですね。サメの肉よりもこっちの方が消費が多いですね。なるほど。あとはそうですね、まあちょっと変わったとこで行くと、あ、こういうのありますね。ミルクもね、実は、はい、入りますね。ミルク、1杯では満タンにはならない。2杯目。はい、2杯でもダメ。3杯目。あ、まだ行きますね。4杯目。ああ、ミルク4杯ですね。これはちょっとね、燃費が悪いな。あとは、そうですね。何がいいですかね、あと。ああ、これいきましょうか。キノコ。キノコは、ああ、4つですね。まあ、キノコはね、なかなか手に入るチャンスが少ないので、まあ、これはちょっともったいないかなっていう感じがしますね。はい。っていう感じで、まあ、卵はね、自分の場合、ここでね、
めちゃくちゃいっぱい手に入るので、まあ、卵が今のとこね自分として一番、効率がいいんですけども、まあ、もしね、動物をね飼うチャンスがない人はサメの肉はねなかなかいいんじゃないですかね。サメの肉、はいはい。それじゃあね早速ねお頭いきましょうか。じゃあサメの頭からいきます。はい、サメの頭入るんですね。サメの頭いきます。おー、見ました、これサメの頭2つですね。2つで満タンになりました。これは結構燃費がいい。さあ、イボネイノシシの頭はどうでしょうか。ちょっと上から見ますか。1、2。おー、イボネイノシシの頭も2個。猛毒のフグ1、2。あ、これも2個なんですね。スクリーチャー1、2。お、これどうやら全部ホワイトスクリーチャー。おー、これも2個。クマの頭、なるほど。なんとですね、このお頭シリーズはすべてね2個で、満タンになりました。ということはどうでしょうかね。サメ、イボイノシシ、猛毒のフグ、スクリーチャー、クマと考えて、まあ一番ですね手に入るチャンスが多いのはサメですよね。サメの頭なので、まあ、サメの頭を、まあ、ここでね消費できる。それからサメの肉はですねもちろんね、ここでね焼いて食料にもできるということを考えるとですね、まあ適度に海の中入ってサメをね倒すっていうのも、これはですね一ついろいろですね燃料になったりね食料になったりってことで、サメはですね貴重な資源なんじゃないかということを思いますね。はい、というわけでね今回の実験で、このお頭たちはですねすべてたったのね2つで、バイオ燃料の生成装置が満タンになるということが分かりました。はい、まああとですねこれは確かな、あったかな。まあこういうこともできますよね。はい、こうね頭にかぶると。うん、他はどうですかね。はい、イノシシはもう完全に顔が隠れちゃう。これかっこいいですね。ちなみにこれはどうでしょうかね。あ、これかわいいですね。帽子みたい。それからスクリーチャー、まあおしゃれですね。ホワイトスクリーチャーはどうでしょうか。おお、これなかなか色合いがいいですね。最後にクマ、迫力がありますね。はい、というわけでね今回は、いろんなねお頭をですねこのバイオ燃料の生成装置に入れてみて、一体ねいくつ消費するのかということを見てみました。たったのね2個しか消費しないっていうことで、まあサメの頭がね一番効率がいいなっていうことを思いました。はい、というわけでねまた次回の動画でねお会いしたいと思います。